私小春とよくシングルとかが出るときにキャンペーンに地方に行くんですけど、よくキャンペーンに来たんですね。で2人っきりになるとなんか9人の中にいる小春と2人っきりになった時の小春って全然違くて、9人の時って結構子供っぽい一面を見ることが多いんですけど、2人になるとなんか若干年齢が上がるっていうか、見た目通りの大人っぽい小春になる時が結構あったりして、でそういう時になんか二人でいろん なんか話をしたりしたんですよ。なんか仕事の話とか、あとはまあ食べ物の話とかもそうなんですけど、いつもなんか笑顔で、いつもなんか絶対面白いことをしてくれる素 でそういう小春にいつも励まされてて、そういうキャンペーンの時とかはなんか二人っきりでいたので、いつも9人でいる時の小春とは違う小春を見ることができる瞬間、タイミングだったので、ちょっとそれはいい思い出だなと思います。なんか私しか知らない小春がいるみたいな、そういう思い出がありますね。亀井さんはめっちゃ変わってる人です。道江さんと逆ですね。すっごい変わってるんですよ。別にこの9人出る時と2人出る時あんま変わったっていう小春なんかないんですよ。どこが変わったのかちょっと詳しく教えてほしいんですよね。逆にさっきからこうコメント来ててハテナが多すぎて、そんな亀井さんですよね。小春卒業おめでとう。最初聞いた時は本当に本当にびっくりしたけど、なんかとってもエリにはかっこよく、見えました。なのでなんかそういう小春に背中を押してもらったので、これからのなんか自分のなんかなんだろう、心が一層燃えたというか、一緒に頑張っていきたいなっていう気持ちが余計に増えたので、今やってることが変わっちゃうけど、でも一緒に頑張っていけたらいいなと思います。一生ずっと仲間だと思っています。卒業おめでとう。この間ちらし寿司を食べたんですよ。でみんないろいろラーメンとかお寿司とかいろいろ頼むんですけど、小春と亀井さんはちらし寿司を頼んだんです。でちらし寿司の横に刺身みたいなのが乗ってるんですよ。で醤油のなんかこういう器あるじゃないですか、醤油だけ入れるやつ、あれがあって、あれに醤油を入れて自分のお盆に持っていくんですよ。でこの醤油でどうしたらいいのって亀井さん聞いたんですよ。いやそれは自分のお好きにって感じじゃないですか、小春的には。そしたら食べ方が分かんないって言い出して、最後に言ったのがちらし寿司もう食べ方が分かんないからもう一生食べないって言ったんですよ。はぁって感じじゃないですか。いやそれはちょっと小春の予想外な展開だったなって、そういうとこがすごい変わってるなって思いますね。大丈夫？亀井絵里です。小春ちゃん卒業おめでとう。ありがとうございます。小春とは適当者同士、すごい、なんか気が合うとこがたくさんあったよね、いろいろと。多分じゃあ、あったっていう体にしてもらって、で、亀井さんに私喋ってもいいですか？そうですよね。そうなのよ、さっきから、ね、まずいっぱいことがまずいいですか、はい、そう、小春はなんか出会った時にはちょっと変わってる子かなって思ったんだけど、一緒にいるたびに、一緒にいればいるほど、なんかこんな小春みたいな子はこの世にはきっとこれからも、そしてもちろん今までもいないんだろうなって思ったんですね。なので私もモーニング娘。になって、で小春ちゃんもモーニング娘。になってくれて出会うことができたんだなって思ったよね思ったよ、思ったよ、いいですそう思ったよ。だからモーニング娘。としてお互い出会えたことが本当に良かったなって、嬉しいなって今心からすごい強く思うんだけど、小春もですね、最初亀井さんに会った時はすごく怖かったんですけどだけどダンスとかすごい教えてもらって、すっ
っごいダンスが下手くそだったんですよ。だけどあのなんかリハーサルとかあの終わってからもあのリハーサルとか終わってからもずっと付き合ってくれたりとか自分の時間とかあるのに自分の時間とかあるのに練習して練習に付き合ってくれたりとかで、あの How do you like Japan の曲で How do you like Japan の曲でこういう振りがあったんです。で、小春どうしてもこれができなかったんですよ。で、亀井さんがこうすればできるよって言ってくれたら小春、足をこうすればいいんだよって言われて、あ、そういうことかと思って、そしたらね、ちょっとこれ、あ、じゃあ持ちましょうか。はい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 。あ、これね、本当に伝えたかったんです、小春。本当にね、これがね、こうなったの。あ、わかるわかった。わかりました。ありましたよね。うん、ありがとうございます。どうもありがとう。それからなんかすごいなんか、すごいね、ダンスのなんかコツ。がすごい分かって本当ありがとうございます。あ、痛いです。ありがとうございます。なので本当にあの小春ちゃん今日はこんなに小春の気持ちを伝えてもらえるなんて思ってなかったので今知れて嬉しいです。卒業おめでとう。